幻想未来というその空間は肯定でコース100モール積もる明日という星降り始めゼロ番号でこの誰の生き方も時計の針の動かす氷が落としたものはマニュアルなのない悲しみの旅に失ったものが加速する日々にウェザーアクションどこか続いてる What's up anymore 華やぐリズム What's up anymore かけてみる What's up anymore アクア色の光で2年前？じゃあもう辞めたのか？いや、死んだんだ。死んだ？ああ、明け方の湾岸で。負けるわけがない。この Z なら俺が先だ。逃げる。こうちゃん、ブラックバードって知ってるだろう。事故った時、一緒に走っていたのはそいつらしいんだ。朝倉！比較的軽傷だった Z は修理され、そしてオーナーが変わるたび事故を重ねていったんだ。なぜ今俺の言う通りに動いてくれなかった？アキオ、悪いけどこの Z はもう直さねえよ。そんな、コウちゃん。訳は今話した通りだ。こいつは悪魔の Z だ。どうしても S30Z が欲しけりゃ他のを探してやる。だから忘れろ。でもなあ、アキオ、車は楽しくやろうぜ。コウちゃん、諦めろな、アキオ。あれから1ヶ月、悪魔の Z は完全に姿を消した。もっともあの事故では車もドライバーもダメージから回復するのに時間がかかる。いなくて当たり前なのに気がつくとなぜかあいつを探している。この先だ、エリコ。死んだお前の兄貴と同じ Z が事故ったのは
俺は止まらなかった。2年前にあいつが死んでから誰が事故っても俺はもう止まらない。じゃあな、エリコ。ちょっと待って、兄さん。あったの、オキ。見つからなくてさ、スペアでいいよ。でもあの木、こんな木だってスペアキーだからって事故ったりするかよ。心配性だな、エリコは。あ、達也に言っとくよ。目の前にこんな美人がいるのに車ばっかに夢中になんなって。もうすぐだ。奴が事故ったのは。ありがとうございました。いらっしゃいま…ブラックバード、間違いない、うん、ああ、結構軽い怪我だったんだな。エリコ、こいつだ。あの Z のドライバー。え、あなたが。どうも。あなたがブラックバードの。ああ、島達也だ。君は。朝倉です。朝倉秋夫。嘘。いや、冗談じゃなくて本当なんですよ。偶然同姓同名、何かの因縁ってやつなんですかね。あの Z はどうしたんだ。そのうちひょっこり現れますよ、湾岸にね。やっと完治ってとこだな。怪我治ったみたいだな、秋夫。ええ、車で事故ったなんて言ってたけど、本当は女と揉めたんじゃないのか。まさか。秋夫、お前に電話だぞ。はい。噂をすれば影か。変わりました、朝倉です。ピットインの田村です。ご注文いただいていたパーツやっと入りました。じゃあいつものところへ。お支払いはその時。ええ、お金は用意してありますので、それでよろしくお願いします。おい、あんまし金のかかる女は考えもんだぜ。高校卒業できなくなってダブったのも女のせいだったりしてな違いますよ、バイトばっかりでサボってたから。バイト？どうだかな、女だろなあまあレディーには違いないかな。何がレディーだよこいつ帰る？ええ。そう、じゃあ送るよ。ああ、いいの。こっちの友達んとこ寄ってくから。そう、ごちそうさま。じゃあな、キヨ。レディーによろしくな。はい、お疲れ様でした。金のかかるレディーか。ん？さっきのスタンドで聞いたの、夜はこっちでバイトだって。こんな遅くにさ、なんか俺に用でもあんの？ずっと黙ったままなんだな。まあいいけどね。ここまで来ちゃったか。
俺、今からやることあるんだ。邪魔しないでくれよ。こんなの見てて面白いかよ。髪伸びたんだな。え ?3 年前山下通りで一度だけチラッと見た。この Z に乗ってたろ。兄貴よ、死んだのこの Z で。兄貴と同じバイト掛け持ちして徹夜でいじって、あの Z はみんながヤバいって、まるで悪魔が取り付いたようだって言ってたのに。教えて。兄貴もそうだった。どうして他の車じゃダメなの？どうしてこの Z じゃなきゃダメなの？わかんねえよそんなこと。同じ朝倉明夫でも俺はお前の兄貴じゃない。それに過去はどうあれ、今は俺の Z だ。たとえ悪魔でも俺はこいつがいい。帰ってブラックバードに伝えてくれ。来週の水曜日午前3時湾岸市川パーキングエリアで待ってる。あ、私もう誰にも死んでほしくないの。油圧オーケー、水温オーケー、アイドルオーケー、よし。オーケー、Z。呆れたよ、お前には。本当にこの Z 一人で直しちまうなんてよ。いいだろ、もうこの Z にはケチはつけねえよ。サンキュー、こうちゃん。でも少し変わったよな、お前の走り方。変わった？うまくなったっつうだけじゃなくて、ケツから見てっといい雰囲気なわけよ。スムーズでな、乗れてるっつうか、結構この Z と相性いいんじゃねえか。さあ、それはどうかな。お？何がどうかなんだよ。ちょっとでも気を抜くとパッと裏切られるような気がしてさ、こいつ。水曜にブラックバードとまたやるって。私死ぬよ今度こそ。まあそういう人生もいいかもな。ほんとわかんねえよお前が。最初のままあの Z31 に乗ってればいいのによ。あの Z だってずっと前からバイトしてやっと買ったんじゃねえか。半分は親父からの借金だけどな。それをほとんど半値で売って今度はこんなボルゴ Z を買いやがって、またバイトも連続じゃねえか。まったく、最初からこの Z に出会ってりゃな。そういうことじゃねえだろうが。まあ俺がいいって言ってんだから。そう、事故って死ぬのもお前、俺は絶対乗らねえからな。ん？なんだよ、待ってたのか。なんだか中に入りづらくて。
だろうな。あの島さんには伝えたから水曜日 OK だって。ふん、それをわざわざ言いに来たわけ。あの話が、うん、じゃあ元町の入り口のドーナツ屋で待ってなよ。俺は12時には上がるから。家どこ？あ、世田谷です。第三景品か。いいんです、送ってくれなくても。話って何？そのためにわざわざ来たんだろ。あの実はこれ、この Z のキーなの。どうってことないキーホルダーついてるけど結構気に入ってて。兄貴、事故った時たまたまこれ見つからなくてスペアのキーで出て行って。もしもし、エリコちゃん。あ、アキオが湾岸でやっちゃって。え？今中川町の救急病院。早く早く来て。兄さんはねえ、一緒に乗ってたんでしょ達也。ねえ答えてよ達也。ありがとう。それからこれ持ってて、お願い。それじゃ。なあ、来いよ。お前も水曜日、湾岸に。そして乗れよ、俺の隣に。ブラックバードとやるとき、この Z の隣に乗れよ。もしかしたら、わかるかもな。この前、お前がなぜかって聞いた意味が。結構冷えんな。お、来た来た。ブラックバードだ、キヨ。ふざけた野郎だな。女連れだぜ。別にいいじゃねえかよ。早速だが、湾岸から羽田へ出て横羽経由ベイブリッジゴールでどうだ。オッケー。結構見合うだよな、ベイブリッジだってよ。おめえは黙ってろ。じゃ始めるか。さあ乗れよ、俺の Z に。おいおい、何言ってんだよ、アキオ。いいよ、乗っても。君が選ぶがいい、どっちでも。いきなり見失うぜ、これじゃ。しっかりしてくれよ、兄貴。うるせえ。右にトラック、中央にセダン。空いてる左か。いや、右が早い。前に出させしねえ。
きなり無茶すんなよな。やばい、やりすぎた。アキオ、よく見とけよ、この Z が悪魔かどうか。右からセンター。やめて、もういい、誰かもやめて。ゴールじゃない。この Z が悪魔かどうかしっかりと見るんだ。本当にいいマシンだ、あのブラックバード。ピタリと抑えて走っている。誰が言ったんだ、この Z が悪魔だなんて。同じシチュエーション。でも二度はごめんだぜ。過去はどうあれ、お前は今俺のマシンなんだ、Z。裏切らない。信じてる。事故ったのはお前のせいじゃない。そうだろ、Z。Thank you.